岸田京子、岸田京子、岸田京子。1930年4月29日から2006年12月17日は、日本の女優、声優、童話作家。血液型は A 型。身長156センチメートル。自由学園高校卒業。父は劇作家で文学座創設者の岸田国志。母は翻訳家の岸田明子。姉に、詩人で。 童話作家の岸田恵理子、重邸に俳優の岸田森がいる。俳優の中屋昇るは元夫。吉幸和子、藤間奈美と親友であった。東京府豊玉郡、現在の東京都杉並区に劇作家の岸田国史、秋子夫妻の次女として生まれる。若くして母を亡くす。自由学園在学中に舞台美術に興味を抱き、舞台美術家を志す。 卒業と同時に裏方として文学座付属演技研究所に入り研修生となるが、その後女優に転じ、1950年に危機台風で初舞台。これを機に芝居の虜になる。1953年に今井田し監督の濁りへの配役で映画デビュー。1954年同じ文学座に所属する演技だけでなく、 当時2枚目俳優としても評判の高かった中や昇ると結婚。妊娠したが俳優という休めない仕事の影響もあり、一度流産を経験する。その後は演技に磨きをかけ、舞台を中心に映画、テレビ、声優と幅広い芸域を持つ。1960年、三島幸夫演出のサロメで主役に抜擢されて以降、テアトロン賞を受賞した。 陽気な幽霊を、はじめ、数多くの舞台で、多くの大役、難役をこなす。映画では1962年に、破壊などの演技で毎日映画コンクール女演女優賞。1964年には、砂の女で、ブルーリボン女演女優賞を受賞して、実力派女優としての地位を確立した。1963年、杉村春子ら文学座幹部の運営に限界を、 感じていた、芥川博高木人志、小池朝尾、神山茂、山崎勤村と共に文学座を脱退。劇団雲を経て、1975年には演劇集団演の設立に参加し、壊れた風景、後ろの正面ダーレ、トラップストリートなど、別役実る書き下ろしの大半の作品に出演。その後もテレビ、映画出演と並行して、 舞台女優としても第一線で活躍していた。近寄りがたい応援さを見せる一方、ユーモラスな役もこなす高難時代の演技は若い、頃から評価が高かった。その存在感から回遊と称されることもあった。テレビドラマでは、特に1963年の男嫌いで男をむしる独身四姉妹、小四十吹雪、淡路恵子、岸田、横山道代、源。 横山通野の三女役で出演したことが大きい、四姉妹の末景役は、坂本九。同番組は、かわいこちゃん、かもね、そのようよなどの流行語を生み出す、大人気ドラマであり、お茶の間での岸田の人気度も上がった。映画では、市川今作品に多く寄与されており、井上家の一族などに出演。二度目の妊娠をし、流産回避のため、仕事を断る決意をし、 1968年に長女を出産する。俳優として評判が高く、仕事に忙しい生活となっていた一方で、次第に夫との仲がうまくいかなくなっていて、1978年に離婚。娘と二人の生活が始まった。その娘に自分の仕事を理解してもらおうと、アニメ、ムーミンのムーミントロールの声を担当。 世間の子供たちにその声が愛されることになった。また、ムーミンパペットアニメーションではムーミンを含めたすべてのキャラクター及びナレーションまで一人で全部を演じ分けている。独特の声と情感豊かな読みにより、ナレーターとしても他に得難い存在として、ドキュメンタリーからバラエティまで幅広く起用されていた。著作も多く、エッセイから翻訳など幅広い分野で顕筆を振るった。 特に児童文学、童話については、造形が深く、所属する演劇集団園では、毎年年末にシアターで上演される、幼児にも楽しめる、舞台、園、子供ステージの企画を担当していた。2002年には、ポップシンガー、ウーアのシングル、ドロボン弟子の朗読に参加。幅広い活動を続けた。晩年には、トンネルズの皆さんのおかげですにも出演し、 当時の若年層にも高い知名度を誇るようになった。2006年12月には NHKBS2 にて放送されたミスマープルシリーズの主人公ミスマープルの吹き替えを担当した。放送と前後し高いしたため遺作となった。2006年12月17日午後3時33分脳腫瘍による呼吸不全のため東京都内の病院で死去。墓所は 東京都府中市多摩町の多摩霊園。趣味は麻雀で、1970年代に、週刊ポストで行われていた勝ち抜け麻雀企画に出場し、浅田哲也に勝ったこともあるほどの強豪であった。晩年は九条の会のほか、イラク攻撃と有事法制に反対する演劇人の会に参加するなど、五軒運動に関わったことでも知られる。2006年版。 犬神家の一族では1976年のオリジナル版で演じたことの師匠役にキャスティングされていたが、岸田の体調不良により配役が変更された。岸田の没後、持ち役を引き継いだり、代役をした人物は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。